シュタット・アレンドルフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルク・ビーデンコプフグに属す中規模都市である。この町は、マールブルクの東 18km に位置する。シュタット・アレンドルフは、盆地と丘陵地からなる西ヘッセン定地地帯の自然空間の構成に沿って位置している。この町は、オーバーヘッセン丘陵に位置しており、西のアメーネブルク盆地と東のシュバルム盆地と、 分離するる格好になっているこの丘陵地には、ノイスタットザッテルが含まれており、市の北東端がこれにかかっている。この丘陵は、ラインベーザー分水界の一部をなしている。面積78.3平方キロメートルに、約2万1600人が暮らしている。南北の最大幅は17.5キロメートル、東西のそれは10.38キロメートルである。最高地点は、 初バッハ近郊の森にあるコールコップフ、最も低い地点は、シュァインスベルク近郊のオーム川沿いで200メートルである。中核縮は、約250メートルの高さに位置している。シュタット・アレンドルフは、北はラウシェンベルク及びギルザーベルク、東はノイシュタット、南東はキルトルフ、南はホムベルク、西はアメーネブルク及びキルヒハインと境を接する。 シュタットアレンドルフ、かつてのアレンドルフ、イムベーレンシーセンは、782年に、インビーシャ、クエイボカトゥアビリンスコソとして、初めて文献に記録されている。この20世紀の初めになるまで田舎の入植地だった、町は、歴史の推移に従って、ヘッセンとマインツ選定校との間で、その所属を何度も変え、1803年に、最終的に、ヘッセン領となった。 大きな工業地区がシュタット・アレンドルフの景観を作り上げている1960年にこの町は都市圏を取得し、これに伴って町の名前をアレンドルフからシュタット・アレンドルフとし、その後シュタット・アレンドルフと改名した。第二次世界大戦中、シュタット・アレンドルフは秘密の軍事都市であった。軍事企業、ワスグエジーやダイナマイトイコールノーベルで、 弾薬や火薬が製造されていた。ここは当時ヨーロッパ最大の弾薬製造所であった。現在もシュタット・アレンドルーフの住宅地のいくつかは、こうした軍需企業にちなんで名付けられている。1万5千人を超える強制労働者が軍需工場で働かされていた。強制労働者はブーヒエンバルト強制収容所の管轄下にあるミュンヒミューレ文書から連行されてきた。 第二次世界大戦の間、ここは連合国によって爆撃されなかった。約600ヘクタールの旧軍需企業の敷地は、ドイツ最大の軍備品廃棄場の一つであり、一部では、居住地区に高い化学物質による負荷がかかっていた。この土地は1991年から、広範な衛生化が実施された。2006年3月に衛生化が完了したと、公式に発表された。 この衛星化に要した費用は、ヘッセン環境省の発表によれば、1670万ユーロであった。地中から154トン、廃棄物から697トンの有害物質が、さらに3トンの爆破能力のある TNT が処理された。シュバインスベルク市区には、13世紀に建設されたシュバインスベルク城があり、現在は住居となっている。ニーダークライン地区の近くには、 バッフェンザント上、中核区の西には15世紀に遺棄され荒廃した入植地ミュンヒハウゼンがあり、小規模な防衛施設があったが、固有の城塞は存在しない。シュタットアレンドルフの起源は、カトリックの村アレンドルフである。第二次世界大戦の直前までこの村は、多くの同盟の集落と区別するために、地元では、カトリックのアレンドルフと呼ばれる。 人口1500人ほどの村落であった。第二次世界大戦後、この村の宗教比率は、労働者や難民によって変化した。現在この町には、プロテスタントの大きな組織がある。シュタットアレンドルーフでは、移民により、外国人比率は、約21%に上り、70カ国を超える国からの人々が住んでいる。シュタットアレンドルーフの市教会、 シュタット・アレンドルフ・プロテスタント教会は、約4800人の信者を要し、キルヒハイン教会クライス最大の組織である。この組織は、プロテスタントの歌唱、音楽学校の運営者でもある。この歌唱、音楽学校は、ドイツ音楽学校連盟に加盟している。40人の職員が託児所や、これと一体化した、保育園、あるいは、歌唱、 音楽学校で働いている。この組織の予算は年間100万ユーロを超える。プロテスタント教会組織はヘレンベルト教会とプロテスタント市教会の2つの教会堂を有している。1952年12月にノート教会の名前で完成した建築家オット・バルトニングの作品であるディアスポラレーハイ堂は現在教会組織の集会所として利用されている。 増改地区により、幾分変更された箇所はあるが、保存状態は良好である。シュタットアレンドルーフのカトリックの教会組織は、聖カタリナ教会、クリスト系に非教会、聖ミヒアイル教会があり、それぞれ固有の教会道を有している。シュタットアレンドルーフには5000人以上のムスリムが住んでいる。ベッパーベクにあるファーティフモスクは2009年に放火された。 シュタット・アレンドルーフの市議会は37議席からなる。2011年10月2日にスピードの市議会議員クリスティアン・ショモディがシュタット・アレンドルーフの市長に選出された。彼はピエレ・ブランデンシュタインとの決選投票で52.56%の票を獲得した。ショモディは2011年12月31日に議員を辞職し、 2012年3月15日から市長に就任した。ズンガラ、青字で向かって左側には赤い爪を出し左を向いた金の熊。向かって右は銀と赤で9本の横縞に彩色された金の爪を持つ獅子。両者は上部に銀の輪を一緒に掲げている。ヘッセンの獅子とマインツの輪はこの町の歴史的な所属を示している。すなわち世俗までは マインツ大使教領、その後は、ヘッセンである。クマは、この町を、他の同盟の集落と区別する際の名称、アリンドーフ・イム・バロンゼキエソンにちなんだものである。この文章は、ヘッセンの地域改革の枠組みで周辺町村が、本市に編入された後もそのまま存続している。スタッド・アレンドルフは、ディ・ユンゲスタッド・イムグルネンを自称している。若いは、 この町が1960年になってから都市圏を獲得したことを示している。緑は広い森林であるヘレンバルトの中にあり、市内に多くの緑地があることをも示している。この町は旧市街だけが自然発生的な構造を有しており、その他の地区では時代とともに計画化がなされ、森や大規模な緑地が貫いている。 バルト街道とマインベーザー鉄道との間には最大の都市緑地であるハインツラング公園がある。アウフバウプラッツにシュタットアレンドルフ資料情報センターがある。ジスは国家社会主義者による犠牲者追悼施設とその活用のための特別な学校として1994年秋に設立された。運営者は市当局である。ジスは修復された。 記念保護建造物の旧大名前とイコールノーベル社の管理棟の側翼に入っている常設展示はバイマル共和制から1950年代までのすなわち小農の村から工業都市への曲折に富んだ尋常でないアレンドルフ集落の歴史をテーマにしている。展示の重点は1933年から1945年で アレンドルーフが第二次世界大戦のための軍備品生産の中心地であった時代である。この施設の任務は収容所やアレンドルーフ周辺の当時の市立ホールは市役所のすぐ隣にあり、ガラス張りの通路で結ばれている。このホールは1200人まで収容できる。シュタットアレンドルーフには屋内プールと屋外プールが一つずつある。市内で最大の体育館は、 マールブルクビーデンコプフ軍が運営するヘレンバルトハレであり、1986年と2005年にはドイツ卓球マイスターの全国大会が開催された。この他のスポーツ施設としてはバーレンバッハハレ、多目的ホール、ジュートシューレの体育館がある。サッカーの試合や陸上競技の大会はヘレンバルトスタディオンで開催される。市の北西部には トリム運動用の象形がある。オーバーリーガヘッセンでプレーしている。TSV アイントラハとシュタットアレンドルフは全国的な成功を収めたクラブである。ヘッセンの日2010市協会の塔からの眺め2010年5月28日から6月6日まで、シュタットアレンドルフで第50回ヘッセンの日が開催された。約110万人が訪れた。このイベントは、 最も来客数が多かったヘッセンの日ベスト3に入る。本来この50回目の記念となるヘッセンの日は近隣のアルスフェルトで開催されることになっていたのだが、経済的理由で開催を辞退したのであった。ヘッセンの日の会場は駅の両側に広がっていた。一方はバルト通りをヘレンバルトスタディオンの大テントまで、もう一方は市役所や私立ホールがある。 市内中心部を通って北東部産業地区のグロースパーク広場まで達した。最大4万人を収容する野外コンサートには6月3日に女性シンガーのピンクが6月6日にアーファが演奏し、この他にも大物ミュージシャンが参加した。ヘレンバルト通りの沿いの新しい祝祭広場やヘレンバルトシュタディオンの一部では大規模な展示会が行われた。ハインツラング公園では ナチュア・ウフデアシュプールが開催された。ヘレンバルト・ハレは大規模、イベントホール、ヘッセン宮殿として利用され、3200席が追加された。フェレロのシュタット・アレンドルフ工場、シュタット・アレンドルフには、フェレロ・オグ・ MBH、フリッツ・ビンター・中鉄所 G ・ CO K、G ・ MBH&CO、KG、ホッペ・ AG など多くの大企業がある。旧年ナーゲルは、シュタット・アレンドルフに死者を有している。 そのシュタットアレンドルーフの所在地はドイツ全土で活動している家族企業ギース・ディーン・ストライストゥングが所有している。この町はマールブルク・ビーデン・コプフ群島部の経済的中心であり工業上の中心でもある。この町には1万2000人以上の職場がある。企業からの法人税は平均で自然体の税収の70%を占める。 1959年以降、この町にはヘレンバルト兵衛とヘッセン兵衛の二つのドイツ連邦軍兵衛がある。駐屯しているのは、まず特殊作戦士団の司令部と空挺通信大隊である。さらに1966年からは偵察砲兵隊の駐屯地ともなった。第23偵察大隊は1993年に一個中隊を残して廃止された。 この部隊は、ミュールハウゼンの第70砲兵連隊の独立中隊となった。その後第131観測走行砲兵大隊、第7無人偵察機発射中隊という名称となったが、2009年末に最終的に廃止された。シュタットアレンドルーフでは、マールブルクを所在地とする日刊誌オーバーヘッシェプレスのローカル版が刊行されている。シュタットアレンドルフの編集部は、 国内プール付近にある。さらにミッテルヘッシュェアンツァイゲンイトングとゾンタークモルゲンマガチームが無料で配布されている。両市は広告収入によるフリーペーパーである。市は協会や行政からの連絡を掲載した広報誌米連邦店を発行している。米連邦店は水曜日に中心宿及び各宿の全家庭に配布されている。 2010年10月までは、マールブルガーノイエンザイトゥングのローカル版も観光されていたが、経済的理由で廃刊された。アウトバーンアウトバーンへの最も重要なインターチェンジが 20km 離れたアウトバーン A5 号線のホムベルクインターチェンジである。アウトバーン A49 号線は、現在、約 25km 離れたノイエンタールビシュハウゼンで終わっている。 このアウトバーンは、シュタットアレンドルフをかすめて、ゲミュンデンまで延伸される予定である。延伸工事の最初の区間であるシュバルムシュタットで B454 号線に合流するまでの計画立案は完了したが、資金調達はまだ完了していない。シュタットアレンドルフについては、シュタットアレンドルフ北 B454 号線インターチェンジとシュタットアレンドルフ 南インターチェンジの拡張が計画されている。連邦道市内を連邦道 B62 号線と B454 号線が通っている。校舎は2000年以降、平面での交差をなくすために、部分的に立体化されている。駅シュタットアレンドルフ駅は、マインベーザー鉄道の二点 82.1km 地点の駅である。ヘッセンの日2010の機械に、プラットフォーム、 通路、駅周辺が近代化され、改良された。シュタットアレンドルフの、シバス85系統バス交通交通協会は、市の支援を受けて4路線のシバスを運行している。これにより、シュタットアレンドルフは、マールブルク・ビーデン・コプフ群では、マールブルク以外で、唯一シバスを有する自治体となっている。1時間間隔のバス路線は、バスステーションに停車し、 このステーションと田舎の市区とを結んでいる。91系統と92系統の路線は完全に中心市街部を運行している。一方、85系統と90系統も市街部を運行するが、85系統は南部の90系統は北部の市区を中心外区と結んでいる。このタバスステーションの南西にパークライドやバイクライド用の駐車場がある。これは ヘッセンの日の際に建造されたものである。また、ステーションの建物近くにも駐車場や駐輪場が設けられているが、これはヘッセンの日が終了した2010年以後に開設されたものである。また、ステーションの建物前にタクシー乗り場がある。現在のバスステーションは2009年にオープンしたもので、1980年代初めに建設された旧バスステーションは、 新たなショッピングセンターとなる予定である。この町で最大の学校が市役所の近くにあり、約900人の生徒を要するゲオルクビューヒナーシューレである。この学校は共同型総合学校である。さらに基礎家庭学校は中核宿及びボルフェローデを除くすべての宿にある。中核宿にはアストリートイコールリンシューレとラントグレーフィンエリザベトシューレの2校の生徒数。 50から100人の独立特殊学校がある。また、図書館が一館にある。ありがとうございます。